梅雨明けし真夏の暑さとなる中、佐川かき氷街道が今年も始まりました。佐川町内の5店舗がオリジナルの8種類のかき氷を販売。スタンプを集めると町の特産品が当たる取り組みです。こちらは鴨地区にある集落活動センターコジャンと働こや佐川です。今年とってもユニークなかき氷が初登場しました。問題です。この真っ赤なかき氷、一体何のかき氷でしょうか？いちごにも見えますけど、スイカですかね。なんだろう、赤いフルーツ？正解はトマトなんです。はあ、意外でした。そう、その名も山田トマト仕様のかき氷です。いやー、トマトのかき氷、本当に味が気になります。でしょ。近所の山田千鶴さんのハウスで育てたフルーツトマトを使用しています。そんなトマト 100% のシロップをたっぷりかけて自家製のトマトアイスを乗せていただきました。いただきます。トマトですね。もぎたてトマトの爽やかな香り、分かりますか？あの香りがそのまま生きています。フルーツトマトの甘さもしっかりあるんですが、さすがトマト、後足がさっぱりしています。清涼感満点です。コジャンと働こや佐川の営業は月曜日から金曜日の午前10時半から午後3時半までです。